ほぼクリフトンと厚みドロップ5ミリって一緒ですね。ですんでクリフトンに慣れてる方はチャレンジャー履くと非常に違和感ないかな。ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想急に牧野です。今回は他のものをね、トレイルシューズチャレンジャー、これを紹介していきたいと思います。で、現行今のチャレンジャーは5ですけど、今僕が所有しているのは3ということで2台前なんですね。で、アウトソールを見ていただくと分かる通り、やはりこうデコボコとした道、ここを対応してくれる、しかもマックスクッションだというところで、まあ、下りを攻めるにとっては非常に快適なシューズと言える靴だと思います。で、ちなみにこのシューズの特徴として、この厚底ですね、はい、オフセットドロップが5ミリで、かかとの部分29ミリで、前足部24ミリという厚さになってます。で、これはどういうことかというと、クリフトンですね。クリフトンがまさに5ミリドロップ29ミリ24ミリと、ですので現行の5も同じ厚みですけれども、ロードがこれであったら、トレイルはチャレンジャーっていうのがちょうど厚み的には一緒の部類に入ってくるかなと思って、今から、まあ、チャレンジャーをね、履くときにクリフトンに慣れてる方であれば違和感なく履けるシューズ、これがね、チャレンジャーのシューズですよということです。で、やはり路面に対してもですね、メタロッカー機能も効いてますし、非常に硬くできてるということですね。ですから、まあ衝撃っていうのも非常に耐えやすい構造になってるよと。ですんで、ロードと比べると分かりますかね、柔らかい、ね、クリフトも柔らかいですけども、トレイルのシューズは少し硬め、全然硬いですけどね、頑丈に仕上がっているということが言えます。で、やはりね、どうしても軽量化する上ではアウトソールっていうのは、まあ他ってちょっとこうね、薄めに入れてるんですけど、さすがトレイルのシューズ、もう何年も履いてますけど、少しこう削れてるのが分かると思うんですけども、その割には削れが非常に少なくて済んだなと。で、ちなみにこのシューズで僕はですね、まあトレイルだけじゃなくて、ちょっとアドベンチャー的なものにもチャレンジしたんで、この中で水バシャバシャ入りながら走った記憶はありますけれども、まあそれにしてもね、未だに健在というところが、すごくありがたいかなと思っています。まあでもね、これ国内でのトレイルだと、まあ下りを攻めるっていうこと以外は、まあそこまでこんなにマックスクッションじゃなくても別にいいですよとは思いますけど、まあ、白馬とか来年走れたら、あの落っこちる感覚であれば、こういったクッションっていうのがいいですし、ロングトレイルなんかの時にも非常に足を守ってくれる、手術かなと思っていますね。で、やっぱりこの時期だんだん涼しくなってきましたから、山をね攻めていくっていうのは楽しくなってきますんで、トレイルにもぜひですね、チャレンジしていただければと思っています。で、やっぱり他ということだけもありますので、まあ、ぜひ皆さんも岡好きの人であればトレイルのシューズもというところで履いていただいたらいかがでしょうか。今回は他オネオネのトレイルシューズチャレンジャー、これは3ですけれども、現行は5進化してますので、ぜひ手に取っていただいてみはいかがでしょうか。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。感想急に牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。